はい、ということで皆さんこんにちは、クシャネと言います。よろしくお願いいたします。ということで本日はですね、白猫の動画となっております。コルネの動画をね2本投稿したのかな、最近はね。ということでね、白猫の動画はね結構 高評価、結構いいね再生数を皆さんねしていただいてありがとうございます。ということで本日はですね、ただいまね、徳川学園の投票がねスタートしましたね。いつでしたっけ、結構最近かな、木曜日とかにね更新がありまして、で投票が開始ということで13日までかな、投票することができるんですけれども、僕はね、こんな感じでマックス稼いできました。マックスがね1万枚なんですよね。はい、ということでございまして、1万枚ね30枚ただでプレゼントされていて、でそれ以降はクエストをクリアすることにもらえるっていうことでね、はい、やってきました。いやー本当は初日ぐらいにやりたかったんですけど、初日はどう考えても時間が無理でして単純に時間計算的に無理なんで、2日目ぐらいに投稿したかったんですけども、ちょっとできずに、まあ今日は3日目かな、木金土なんで3日目ということでのでね、ちょっとね遅くなりましたけれどもね、1万枚貯めてきました。いやー長かったですね。気がついたらね、ダーリーのね BP がですね、140万150万ぐらい稼いでました140万ぐらい稼ぎましてね、あと96万なんでね、まあ、ちゃちゃっとね、まあ、終わらせておこうかなと、まあ、とりあえず27まで持っていってね、今このチャグマのねこの投票期間中のあと残りのね 2,3 日の間でね、まあ、26、27、28ぐらいまで上げれたらねいいなと思ってるんですけれども、まあまあそんなことは置いといて、チャグマの投票権をね1枚枚貯めてきたのでね、今回はこちらのね投票をねしようかなと思いますっていう動画、まあ、というかまあ1枚目貯めたよっていう動画ですね。ちゃんとね白猫やっているよっていうことをねお伝えするための動画でございまして、ですね、とりあえずはですね各対象枠でジュエル5個もらえるので1票は絶対入れないといけないんですよ。なので、まあ、とりあえずですね、初登場イベント1の方なんですけれども、こちらはですねキャラに1票だけ入れようかなと思っておりますと。っていうのはですね、登場順にしてですね、僕一番好きなのはルージュなんですよ。でルージュはね、もう登場しましたのでね。ですね、このね、中、入れ替え限定、まあ、入れ中理科限定っていうのかな、入れ替え限定の中で4周年前までですね、4周年前までのこのなんだ、ワールドエンドまでのイベントで、からアイドルじゃないキャラがお男女一人ずつかなということでございまして、僕はですね、どうだこちらですね、リリーですね、こちらのリリーに1票入れようかなと思っておりますということでございましてね、リリーはねまあ探偵イベントで初めて登場しましてね、あの時はですね探偵イベントを僕が初めて本当に2、3ヶ月目ぐらいだったんですよ。なのでまあね、なかなか楽しくやっていたんですけども、当時ね月見が、ね、一番好きでして、で月見が、ね、登場したってことで必死に引いたんですよ。でも、ね、あの時にも島で戦もして、で島の部分を全部回収して200連250連ぐらい引いたのかな、で結局月見以外が全部出たんですよねであの時にリリーを引いて、であれ以降のリリーは今のところ全部コンプしてかな、コンプしてるんですけども、なんか気が付いたら好きになってまして、単純に可愛いなということでございまして、でリリーに1票入れたいと思います。はい、1票しました。フォースターですね、フォースターの枠に、1票入れたいと思いますと。これがですね、フォースターは単純にフォースターですね、フォースターの中から1キャラ入れれるということでございましてね、まあ、フォースターはね、まあ、お世話になったといえば、まあ、真冬とかね、まあ、モニカとかね、やっぱりねモニカはあれかな、あの CC してからねめちゃくちゃ強くなったりしましたけれども、僕はですねバーガーですね、僕バーガーがフォースターの中で一番好きですそう、当時始めた時ぐらいのタイミングで出てるのでね、結構僕はねバーガーは好きですね。1票入れます。はい、ということで残りはですね初登場イベント2の部分でございます。こちらが4周年から4周年以降からここまでですね、コネクレダンジョンまでかな、なのでコルネまでですね、コルネまでの、ガチャが対象でございまして、4周年のキャラとかねいっぱいいるんですけれどもね、もう僕はね今回に関しては、まあ、キアラですね。前回がね入れなかったんですよ、前回はエルナが強すぎて入れなかったんですよ。で前回僕はね、あのレクトに
確か9,998ぐらい入れたんですよ。まあ、キアはいけるだろうなっていう風に僕の中で思っていたので入れなかったんですけども、まあ、レクト上がりまして、でレクトと一緒にキアラも空いてほしいという思いがあったんですけどね、まあ、キアラは負けてしまったということでございますので、まあ、今年とか今回のチャグマは多分キアラ勝てると思っています。こちらの枠からは男女2人ずつかな、先ほどのフォースターは1枠だったと思うんですけども、こちらの4周年以降のキャラは男女2人ずつという風になっておりますのでね、まあ、キアラは確実に勝つのじゃないかなと思いますね。まあ、キアラとあと誰なのかな、ちょっとヨナとか、まあ、リルテッド、まあ、性能だけ見られてコルネかまあただまあヨナ、キアラ、リルテッドぐらいだと思うんですよ。だからまあまあリルテッドがどれだけブワーってくるかみたいな、ヨナもどれだけ来れるかなみたいな感じだと僕は思っていますので、まあ、キアラはまあまあ大丈夫だろうと思うんですけれども、まあ、やっぱり一応ね不安なのでね、まあ、ちょっとキアラに、僕もキアラに残りの全部9,998票入れたいと思います。ちょっとこの部分だけスクショ取ります。カシャ、よし。文学部って部活に入る、え部活じゃないの学部っていうことでね、まあ、キアラらしいですね。こちらのキアラに9,998票入れますよ。はい、おキアラに9,998票入れました。投票ありがとうございました。はい、はい、ということでございまして、僕がねこれが投票したアイドルじゃないデビスの癖がキャラでございました。最大、そうです、最大で1万枚までなので、これで僕は終わりですね。無事にね1万枚貯めまして、投票ねマックス分できましたので、まあ、これでね前回と今回ちゃんとね全部僕の持ってる投票分は全部ちゃんと投票したので満足でございました。ぜひぜひねコメント欄で僕は誰々に投票しましたよみたいなコメントなどね、よかったらよろしくお願いいたしますと。ということでこんな感じで動画終わります。ありがとうございました。